ふざけんなよアインケティはちゃんと降りてきてるね、前回の。やっぱこういうとこ修正するのがないよな。ウインケティはね、ここ降りてくるね。本当そうだし、ライン管顔出す回数少なくて、ね、相手のでゴールへのマーク集中するみたいになってましたもんね。あ、今の坂の走り方、やっぱサッカー賢いな。今、ホワイト持った時の坂の走り方、相手の背中から出てくから、スリーバックの中央の選手が捕まえに行きにくいんだよね。あそこまっすぐ走っちゃったダメなんだけど。あ、腕ゴールもやってますね、今度。 やっぱね、この走り方こだわるよね、ある程度。だってこれがいいよね。上でこールあんなよくしなかったそうね、マドリーの頃。パスカットインしかりこう、オフザボールの時のいる場所だけじゃなくて、走り方とかそこまでこだわるから。き <laughs> たーい <laughs> よくやったうわうわー <laughs> マジかーう !20 番と5番がプレイ関与してるかどうかってところ でもあれなんですけどね、ボールと関係ないところの進路棒が良くないんですけどね。それで言ったら人チェンコのところがダメなんですけど、オフサイドよりも。厳密に言うとね。あ、そうだね、関与してるな。曲がれないです。止めてるもんね。5番が。そう、オフサイド確認になったけど、オフサイドの5番が止めてるね。あー、ゴール認められ、なんかこういうのって認められるよね。ちゃんと5番が関与してるんだけどね。だってあの、オフサイドポジションだったら5番がさ、あれは、 あの抑えてなかったら曲がりやすいすもっと早く寄せれるでしょ、あれ、大外のフリーの選手に。ってなるとプレー関与になるんだけどね、僕の解釈は間違ってたらごめんなさい。そうジンチェンコのところもあれも、そうあそこチェックされて、あのー、そこ検討されたら、オブストラクション的なことになるんですけどね、しっかりジンチェンコの進路妨害してるから。いやー、きついかー、今日今日きついか。<laughs> いやー、ここね、いっぱい一夜明けが痛いな、これな。 この第四審判のこの鼻で笑ってる感じもムカつくなもん。いやー、こんだけやってんのにな、あるてた。味審判が適当に仕事するから、もプレントほだいいチームだけどね。さあ、クロス入れます。ポワンと入れてき、来い来い来いおいはい終わりか。終わりかー。いやー。勝点1かー。クソがー <laughs> いやー、トロサールなー、決めたけどなー。やるてたやるだけのことやりましたけどね。いや、マジで。いやー、あのオフサイドねえの、全然納得いかねえわ。<laughs> むちゃくちゃ納得いかねえ。ふざけんなよ <laughs> ジンチェンコのところも、あのマガレ椅ス抑えられたところもふざけんなよ。ちゃんと審判見ろや。 というわけでこういうふうにね、いつも冷静に分析してますんで、えー、よかったらいいね、チャンネル登録して書いてください。くそがー <music>